みこし来てるじゃん。さあ、ニュースを見ていこうかしら。ちょっと声が響くかもしれないな。引っ越しの準備してるからね、物がなくなって響く可能性があるんですけども。よろしくお願いします。臨時ニュース。俺は、そう、お引っ越しじゃなくて、フェス。フェスよ、フェス。俺ちょうどね、フェスが引っ越しと被っちゃっててね、少し参加がまだ土曜日だけで、ね、できるみたいな。はい、今週の土日、月曜日で、復活したフェスがあるんですけど、まあちょっとでもできるので、それは良かったですね。土曜日にたくさん遊びたいと思います。で、それにつきまして、チームをね、魔法使いかもしくはナイト、忍者で決めたいと思うんですけども、さあ、どうしてどこに飛び込んでいこうかしら。ちょっと考え中なんよ。魔法使いと、ナイトと忍者。みんなはもう決まりました?色はね、緑が魔法使い、オレンジがナイト。で、忍者が紫だね。ぴったりなんじゃない?色合い的には。ぴったりな気がする。なんか魔法使いの色、あれ、魔法使い紫でも、あれ、忍者も紫のイメージだよな。まあ、でも何でも合ってるね。で、今回多分フェスなんですけど、インクの色がですね、多分ハロウィン仕様に、ハロウィンのロゴとかが結構ね、インクの中に出てくると思うので、それも楽しみにしておきましょう。色で決めたいな、今回。なんか全部好きなんだよな、魔法使い。俺、ドラゴンクエストやったら魔法使い自分になるしさ、ナイトはナイトでさ、かっこいいと思ってんの、この甲冑が。やっぱ俺男の子だから、甲冑がかっこいいなと思うじゃん。ナルトも好きだしね、忍者の。悩む。これアニメで考えると、ナルトでしょ?鬼滅の刃?鬼滅の刃でしょ?魔法使い何?あれ?ブリンバンバンのやつ?とか、あれだ。あとはブラッククローバーとか魔法使いだね。いや、でもそう考えるとさ、ちょっとさ、俺の中でも忍者が強いんですよね。忍者。ファンタジー感一番ないけど、でも忍者ちょっと気になるな。悩む。ちょっと待って、みんなどうする?これ。どうする?マジで。みんなに聞きたい。みんな、コメントで教えてほしい。どうする?